2017年の春夏シーズンからまずコットンは全部オーガニックコットンに切り替えました。でウールは以前から使っているアルゼンチン産のオーガニックウールというふうになるべくよりサステイナブルな素材に切り替えていくということをやって、そこに、まあ、今回はラーニングフロムジャパンというテーマを設けたんで、日本の古来から使っている素材としてヘンプとペーパーを出してくるという感じにしたんですけど、まあ、ヘンプも和紙も綿よりももっと古くから日本に根付いている素材なので、日本らしい素材としてそれを使っていきたいなというところを思って出してます。で基本的に全部天然素材由来のもので、天然素材をそのまま使ったものと和紙みたいな天然素材を一旦紙にすくって形で、変えて作ったものにしたんですけれども、で非常になんか春夏らしいいい素材が出来上がっているなというふうに思っています。まあペーパーにしろヘンプにしろ非常に涼しい素材ですし、まあ今まで使ってた素材とちょっと違う感じの清涼感だったりとかっていうのを出せたと思ってますので、まあ、あとデザインでのちょっと日本的なエッセンスの取り入れ方とかも含めたので新しい感じが出せたんじゃないかなっていうふうに思ってますね。なんか自分の中でシルエットっていうのはその時々に合わせて変えていくべきものなんだろうというふうに思ってるんですね。で僕が洋服を作っていく上において一番重視しているのはものづくりの部分なので、そのものづくりを皆さんに楽しんでもらうためにはその時々に応じたシルエットで出してあげるとかっていうことをやっていった方がいいのかなと。やっぱりなんかあくまでやってるのはファッションだと思ってますので、シルエットを変えていくことによってなんか目新しい発見とかがある方が面白いかなと思ってるんで、その時々に応じてなるべく、何らかの変化を加えるようには自分なりにしていきたいと思っているので、今シルエットを大きくしていってます。これは完全に僕の好みの問題として、その和なテイストなものっていうのはここ数年すごく気になってましたし、もともとそれこそ20代前半、まあ半ばぐらいかなからずっと好きなものをテーマの一つでもあるので、なんか形として出してみたかったなと。でその時になんかこう禅僧お坊さんみたいなところがイメージとして湧いてたん でそういう人たちの格好を見た時には、まあ、ワイドシルエットにするのが一番表現しやすいものですし、ワイドシルエットの洋服を作りたいなと思ってたんで、一番なんか自分の中で頭の中ですんなりと腑に落ちてくれた感じがしたんで、ボトムスの太いシルエットだったりとか上のストーンとシルエットっていうのを入れていた感じですね。まずまあもともと僕もそのものを忠実に作って、それをシルエット変えたりしてアイテムとして完成を高めていくというのをすごく得意にしてますというのはある中で、今回のものづくりも自分の中でそんなに大きな違いがあるとは思ってなくて、実は見せ方としては和にしてるんですけど、一点一点に関しては全部洋服だと思って、一番分かりやすいのは、ジャパニーズのジャケットでここに切り替えを入れたジャケットがあるんですけれども、であれなんかは完全に洋服の作り方で中に生地に入ってますし、立体的なもちろん立体的な裁断にしてますし、完全に洋服の世界のものなんです。ただ襟を直線にしてあげる、切り替えを入れる、フロントボタンをなくすということだけで和な雰囲気を出しているものなので、あくまで作っているものはその洋服の作り方を忠実に作っているつもりです。でシャツとかもそうですし、ほとんどのアイテムもそうです。ジャパニーズカーディガンとかっていうのは少し直線的なパターンを意図的に取り入れるようにしてますけど、基本的には全部洋服なんで、それがトータルで重なった時にどう輪に見えるかっていうことを考えてやったつもりなんですね。なんでルックなんか見ていただくと和服なイメージがあるかもしれないですけど、和な作り方をしているものは一つもある意味ないですね。着てるんで一番分かりやすいのが
このペーパーのシリーズだと思うんですけども、この素材自体は去年発売してすごく評判良かったものなんですが、世界中探してもこの編める工場というのは日本にしかなかなかない釣り編み機を使って編んでますので、日本にしかないと思ってますし、和紙っていう本当に日本らしい素材を、ね、いい日本に残ってるいい技術で編んでもらった素材なので、まず素材が本当に素晴らしいなと思ってます。で涼しいですし、これを羽織るだけで T シャツだけじゃ寂しい時期でも本当になんかちょっとカチッとした雰囲気にもなってくれますので、非常に便利なアイテムだなと思って、まずこれすごくおすすめです。あとはやっぱり太いパンツにチャレンジしていただきたいなと思ってまして、で今シーズンのコーディネートのキーになっているのは太いパンツだと思っているんですね。でまあ、それにサンダルを合わせたりいただいたりすると一気に和な雰囲気に持っていけると思ってますので、もう太いパンツいろんな素材でやってますのでチャレンジしてもらえると嬉しいなと。でウールヘンプだったりとかコットンチノだったりとか、それぞれ素材によって太いパンツの表情が変わってきますので、それを楽しんでもらえると面白いかなと思ってます。でもこれも相変わらず楽しいですし、この間も何にも関係ないんですけど、普通に家帰ってバナコンで寝ようと思ってバナコンで寝たりとか展示会が続いてたんでなかなかどっか出かけたりができなかったんで、バナコンの中で寝たりとかバナコンの中で飯作ったりとか相変わらずしているのと、また漆器系が面白いんで漆器漆のものをちょこちょこっと増やしたりとか、いくつか持ってたものの色違い買ったりとかっていうレベルなんですけど、チョコとかそういうのを増やしたりとかですね。洋服を買うことがだいぶ少なくなっちゃってるんで、これからまた買おうと思ってます。今からハマろうとしてます。もう一回、最近古着とかはあんまり見てなかったんですけど、なんかやっぱり古着も今まで見てなかった古着を見るのが楽しいなとは思ってるんで、知らない古着をいっぱい集めたいなっていうのは思ってるんで、これから古着にハマりたいなと思ってますからね。もう一回でも洋服買ってないと新しい情報入んないなと思ってるんで、古着屋巡ろうと思ってます。